食品メーカーの品質保証の方、製造現場の方、ピンホールに困っていませんか？もし包材にピンホールが開いてしまったら、段ボールから液体が漏れたり、湯煎時に水が入ってしまったり、あるいは食品が腐ってしまったりします。せっかくの食品が廃棄されてしまうのはもったいないですよね。このフードロスに関してお困りな方も多いのではないでしょうか。その課題解決、グンゼにお任せください。グンゼでは年間100件以上のピンホールに関するご相談をいただいています。いわばピンホールのスペシャリスト。グンゼはまだ食べられる食料を廃棄しない、させない、廃棄ゼロの世界を目指しており、精力的にピンホールに関する課題の解決に寄り添っています。本日はその課題解決の流れをご紹介いたします。まずご相談いただけましたら、ピンホールの現物からその原因を特定します。これまでご相談いただいたピンホールは、例えば冷凍のチキンナゲットがあります。充填や落下時の衝撃で中身がフィルムを突き刺して穴が開くケースがあります。あるいは冷凍・冷蔵の輸送時です。製造工場から店頭へ運ばれるとき、袋と段ボールの摩擦によって穴が開くケースがあります。このようにそのピンホールの現物を拡大写真、断面観察による外観分析と発生頻度、発見場所などを加味して総合的に原因を判断します。そのため見直す箇所は製造ラインなのか、包材なのか、それとも輸送方法なのか。このようにピンホールの改善方法は一つではないのです。時には段ボールサイズが合っているのか、製造ラインで袋同士がぶつかっている部分がないか、グンゼはピンホールのスペシャリストとしてパッケージだけにとどまらない総合的な改善策を提案させていただきます。例えば包材の見直しが必要な場合は、ピンホールの原因に合わせた測定を行います。突き刺しが原因の場合には、観光試験機を使用した強度試験を行います。鋭利な針でフィルムに穴が開くときの強度を比較します。他にも、擦れた場合、ひねった場合など、多種多様な原因に特化した試験機を持っています。現行製品と比べて、本当に原因に沿った改善ができているのか、科学的根拠を持った検証を行います。再現評価ではマイナス環境が再現できる高温層を持っていますので、冷凍食品のピンホール問題にも対応可能です。穴が開くまで振動、回転させるなどの過酷評価も行い効果を検証します。ぜひグンゼにご相談ください。